野沢グランドホテルは、長野県下高江郡野沢温泉村の野沢温泉に、ある観光ホテル。長野電鉄市会社の超電ホテルズが運営する。野沢温泉の温泉街の最用部、十三の外湯の、うち、新湯の前に立地する、野沢温泉でも有数規模のホテルである。スキー大会などの折に、皇族も、幾度か宿泊している。館内には、展望露天風呂、貸切露天風呂、 展望大浴場のほか、露天風呂付客室があり、天下の名刀新湯源泉、小釜源泉から引湯している。1950年の開館時からある、長野県下発の公主公認50メートルプールと、その4年後に設置された飛び込みプールが有名で、飛び込み競技のマブチりょ選手はこのプールで練習し、メルボルン五輪、ローマ五輪に出場を果たした。しかし、 1994年の改装時に、プールの規模は半分に縮小され、飛び込みプールも撤去されている。国内屈指の規模である野沢温泉スキー場の新友ペアリフトに近く、冬場はスキー客で賑わう。夏はプール更衣室として使われる建物が冬には、スキーロッカーとなり、スキーのレンタルも行われる。戦前からあった長野電鉄木島線の野沢温泉。 延伸構想は、ホテル会館と共に再び盛り上がり、1952年には、木島、関沢間の鉄道敷設免許も交付された。しかしながら、木島村、水保村での一部地権者の反対や、豪雪地帯での運行に対する社内の反対もあり、結局鉄路が野沢温泉に至ることはなかった。昭和期には、長野駅木島駅間で、特急、野沢が運行され、 木島駅でバスに乗り継ぎの沢温泉に至るルートが賑わいを見せた。木島線が廃線となり、高速道路も整備されると、超電バスによる長野駅東口、野沢グランドホテル間の急行バスが運行されるようになった。2015年3月14日の北陸新幹線長野駅金沢駅間開業後は、飯山駅からバスを利用するルートが中心になっている。 ありがとうございます。